じゃあ始めさせていただきます、タイトルは、牧場でのお仕事と研究者のデザインという、まあ、2つの話をさせていただきます、ツイッター名は ono__e です。よろしくお願いします。でまず簡単に自己紹介させていただきますと、今大学院にてお猿さんの研究してます。で完全にウェットな研究室で、まあ、日々ピペットマンを操ってるんですが、まあ、かつてウェブとかデザインとかそういうことを大学出て、まあ、修士出た後に、あ、今博士なんですけど修士出た後にやってて、で、まあ、また戻ってきた口なんですけれど、まあ、それの経験と合わせて研究もやってると。で、将来的にはそのデザインっていうのと科学を合わせてやりたいというふうなことを考えてます。で簡単に野望を言うとアカデミック系のサイトをかっこよくしたいということが僕の野望です。で、統合牧場でどういう仕事をしているかというと、多分今まで発表されてた方とちょっと毛色が、違うんですけれど、まあ、2010年の3月からやらせてもらってます。で最初は統合 TV の制作と、制作もやってたんですけれど、途中から僕のデザインに対するパッションが認められたのか、ウェブサイ牧場さんのウェブサイトのデザインのリニューアルとかをやってます。でまあ、デザインとはって、まあ、簡単に言葉で言うと、まあ、大体よく思われるのが見た目の話でしょうと、まあ、見た目の話でもあるんですけど、まあ、その背後にやっぱり情報設計ということがやっぱ考えとしてはあると、まあ、そういうことです。で、直近であった、お仕事が RefX というサイトのリニューアルをさせていただきました。で、RefX は、リファレンスエクスプレッションデータセットというサイトの略でして、まあ、簡単に説明すると遺伝子の組織別の発現情報をいろんな実験データから見てみようというようなサイトです。で、既にこの RefX のサイトは僕が入ってきた時には存在してたんですけれど、それを、まあ、リニューアルしましょうということが目的でした。で、まあ何を考えながらやってたかということなんですけれど、非常にシンプルに言いますとユーザー目線で見やすい、これはまあニアリコールスッキリしているということ、まあ、また分かりやすいサイト、まあこれはナビゲーションがしっかりしているということ、あとこれが大事だと思うんですけど使いたくなるという、まあ、ユーザーに前向きな気持ちを起こさせるようなサイトにしたいなと、まあニアリコールかっこいいサイトということを考えました。で、これが、既存のサイトでした。ちょっと僕が見た時と若干違ってるんですが、まあ、大体こういうような感じでした。でこれを見た時まず何を思ったか、何のサイトということですね、いきなりここに、来て何をするのかわからないということ、またいろいろ検索窓あります。何で検索したらいいのかよくわかんないですね。で結局これ使いたいと思いますかということで、かなりちょっとあれの発言かもしれませんが、僕はちょっとどうかなと思ったわけです。じゃあこれを新しくしようということで、新しくしたのがこちらのサイト、まあ、これに至るまでにいろいろディスカッションをしまして、もちろん僕だけの意見じゃなくて皆さんの、意見を取り入れつつ、まあ、こういう形に最終的になったというものなんですけれど、さっきと比較しまして、サイトの説明が、まあ、上の方に出ていると。それに、とりあえず検索窓は一つだけ、ここで、とりあえず文字入れればいいんだなということはすぐ分かるわけです。でまた、絵で分類、まあ、組織別というふうに言ってますが、それを絵で分類することで直感的にも分かってもらえるようにしようということとか、あと、まあ、代表的な、まあ、自分で一から文字列を入力するんじゃなくて代表的なものを載せれば、便利なものになるだろうということを考えました。で例えば検索して、以前はこういう結果が、だだっと出てきました。これ見て思ったことは何か、必要な情報は何かということ、しかもちょっと右の方に発言量の
組織別の発現量が棒グラフで表されているんですが、その隣に人体マップというのがちっちゃくちょっと今見にくいですがあって、その人体マップでは発現量の高いところは赤い色で示されている、いわゆるヒートマップですね。ヒートマップの要領で、発現量が示されている。しかしその隣の棒グラフに行くと、赤い色っていうのは、脳の、発現量だけを示していると。だから同じ赤でも使われている意味合いが全然違うということがありました。だから分かりにくいと。で、新しくしたものは一覧、検索するとこういうものが出てきます。まあ遺伝子名、まずはこれですよね、遺伝子名を分かりやすくしたということ、それからまあそれに付随する情報は比較的小さくした。で、先ほど言っていたヒートマップの容量で色を統一することにしまして、発現量が高ければ赤だということを統一、ボディマップと 3D の人体のこの画像と、棒グラフの方で統一したというようなことをしました。で、ただまあ今でも発展途上でして、最初目指したような使いたくなるようなサイトというものを、目指してます。なので使いたくなってほしいということで、今後も機能を追加予定で今も、作ってます。フィードバックがあれば、こちらまでお願いします。さて、次のトピック、研究者による研究者のための研究発表のデザイン、ちょっとよくわかんないですが、ちょっと書いてみたかったということで書きました、ね。はい、しかもピラミッド型でちょっとかっこいいという。さて、でこれから説明すること何かっていうと、研究者がいわゆるパワポを作るときに気をつけること、まあ、パワポ嫌いな人もいますが、いわゆるパワポを作るときに何を気をつけるかで、まあ、パワポを作るタイミングっていうのはいろいろあると思うんです。まあ、今日の場でもそうですし、卒検とか、修論発表、とかですね、ありますね。ただ、今日僕が、発表する内容としては、割と硬い場所、まあ、今日のようなフランクな場所ではなくてですね、卒業がかかってますとか、まあ、ゼミ発表で先生に認められるかどうかがかかってますとか、あと奨学金とかも大事ですよね。まあ、そういうお金にも関係するような場で、どういうようなパワポを作ればいいのか、スライドを作ればいいのかというような話で、非常にベーシックな話をします。なんかこういう小技を使えばかっこよく見えるよとか、そういう話ではあんまりないです。どういうふうに考えたらいいかみたいなことをお話しさせていただけたらなと思って、やります。で、僕小野 E が考える研究発表スライド10回とババンとかっこよく書きましたが、昨日救護所で、ね、作ったんでとりあえず10個集めましたという感じですが、まあ、10回を、これからいきます。その1、センスがないと言い訳するな。研究者のスライドはいわゆる美的センスのようなものがもしあったとして、それを使って作るものではありませんということを一番最初に言いたい。むしろこれだけ言いたいぐらいですね。よく言い訳する人がいらっしゃるんですが、まあ、センスがないから作れないとって言うんじゃないです。研究は、論理的思考が大事ですよね。スライド作成もそれと同じことです。その一枚のスライドで何を言うかとか、まあ、話の順番どうするかとか、そういうことを論理的に考えましょうと。センスがないから作れないっていうのは単純に自分の研究に対して考えてないということだということです。で、その2、個性の表現はちょっとにしておけば、まあ先ほど言ったようにちょっと硬い場での発表を、前提にした話ですのでこう書いたんですが、研究者の発表は研究内容をより多くの人により正確に理解してもらうためのものです。で、例えば信号機ありますよね。あれのデザインが個性的だったら、こんなんがもし信号機だったらどうします？私ハート好きなんですとか、ちょっとこの上限の月、いや、まあまあ、この形がかっこいいなと思ったからやってみましたとかって言い出すと、まあ、迷いますよね。信号機はこうじゃなきゃっていうのはあるわけです。で、なぜこの形かっていうと、
まあ車はいろんなスピードで走ってる車がいます。でもそれが速い車も遅い車も等しくその意味を理解できるということが大事なわけです。で研究発表も同じで、異なる理解スピードの聴衆に等しく理解してもらうということが大事なわけです。で、その3、ありきたりなテンプレートは使うな。まあこれの前提となるの考えは、研究に関係のない要素は入れないと、まあ、硬い場ですので、でなんとなくおしゃれとかかっこいいとかいうテンプレートはやめましょうということです。よくありますよねこういうのね。まあ言わずもがなというか、はい、こういうのはやめときましょうと。基本デフォルトの白いテンプレートで OK です。あれ以上では、あれ以上でもあれ以下でもないです。その4、話せばわかる。スライドに全ての情報を載せなくても良いと、ちょっとこのその4に関してはちょっと経験を踏む必要があるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと説明させていただきます。で、次に書いてある研究発表は文字数の少ないことが常に最善というわけでもないというのは、僕自身が経験したことなんですが、ある学会でジョブズばりの発表をしてやろうと思ってやったところ、笑顔多すぎると、結局お前のデータを見たいんだ、それだけなんだと言われたことがありまして、ちょっと反省した次第なんですが、まあ、結構その見にくくてもとりあえず数字を載せた方がいいケースとかもやっぱりあるわけですよね。だからまあ研究発表というその前提に立てばどういうものが適切かというのはおのずと変わってくるわけです。でまあせっかく話すんだから、話す情報とスライドに載せる情報を区別しようというのはあります。でそれと似た話ではあるんですが、その後色とか図形を使いすぎるなということです。今ちょっとあえてこんな形で載せましたが、四角で囲ったりとか、まあ、その下の文章で赤とか青とか、下にアンダーバー引いた下線を引いたりとか、してで最終的に矢印で引っ張ってどこが大事かわからないとか、でもまあこれなら、結局どこ見てほしいんだということですよね。で、そんなことしなくてもちょっとフレームアウトしますが、まあこうやって出てきてですね、身振りを交えて話せば分かりますとか、色を使うわけでも聴衆にはほとんど分かってもらえませんみたいなことをやれば、ちゃんと人々の意識はそこに向きますから、それで十分でしょうということです。で、例えば色の話がさっきちょっと出ましたが、じゃあ何色ってどんだけ使ったらいいんだという話なんですが、例えば文字の色を考えたときに、先ほど最初にお見せした RefX のサイトだと、黒い文字が基本で、青と黄、水色と黄色というのを使ってるんですけれど、つまりこのデザインですよね。大事なところは大体青文字で書いてると。でその中でも注目してもらいたいところ、例えば検索っていうところとかっていうところはもう黄色、もうここだけ使ってると。だからその、キーカラー一つはタイトルとかそういうものに使っていいんだけれども、キーカラーの二つ目というものはもうここぞというところだけで使うというような、ピラミッドで言えばこういうイメージで使っていけばいいんじゃないかなというふうに考えています。でその6、うまく絵を使え、百聞は一見にしかずということですね、はい。で文章でダラダラ書かずに絵を使って説明できるならそれがベタ、実験方法とか、絵を使えば簡単に説明できますよねということなんですが、先ほど、発表されていたリブさんの統合ピクチャーギャラリーなんかは非常に優れたサイトですので、どんどん使っていきましょうということです。その7、これも簡単な話です。揃えるところは揃えろと、同じレベルの情報は揃えるという考えです。あえてこうずらしておきましたが、気持ち悪いですね。整列ツールというのがパワーポイントでもキーノートでもありますので、そういうのをちゃんと使っていきましょうと、揃ったら気持ちいいですよねということです。で、その8、空白を恐れるな。これは結構言いたいところです。空白恐怖症に陥ったらならないとか、この空白崇拝主義
空白崇拝原理主義者になるためには原研也の白を読もうとか書いてますけど、結局ここで言いたいのは余裕があるデザインは伝わりやすいということです。さてその9、分かりやすいと思った発表をお手本にと。で、研究発表においてはジョブズが最高なわけではないと、まあ、先ほどもちょっと例を挙げましたが、とにかくかっこいいのがいいわけでもないし、その場その時において適切な発表の仕方という発表の内容というものがありますので、それを考えていただければいいんじゃないかというふうに思うわけです。その10、謝辞に無関係な画像を入れるなというのはですね、発表終了直後質疑応答に入ると、あの最後の謝辞のスライドだけがバーンとでっかく映し出されていることが普通です。そんな時にですね、例えばこんな感じの画像がバーンと入ってきたら、もうそれまで話してたことは全てフットで、あ猫かわいいなということになっちゃいます。なのでこういうのはちょっとやめましょうと。実際にあった話ですからね、これ、はい、こういうのやめましょうと。で、まあちょっとまとめましたが、僕が考える研究発表スライドの実会ということで、まあ、こういうことを、昨日考えました。まあ、普段から考えてるんですけど、まあ、10個とりあえず切りのいいところで10個挙げました。はい、でもまあこんだけ言いましたけども、デザインでできること、もちろんできないこともあるわけです。でデザインでじゃあ何ができるのかって言ったら、まあ、研究内容を真っ当に評価してもらうための必要条件、まあ、十分条件ではないです、必要条件です。でまあ、研究をやっていかれる方がどれぐらいいるかは分かりませんが、まあ、10分の発表でなんか数百万のお金をもらえるかが決まるような時だって、往々にしてあるわけです。そういう時にちゃんとデザインしっかりして、見た目も情報設計もちゃんとしてやりましょうと。もちろんそこで話される研究内容が一番大事というのはもう言うまでもないことであります。で最後に、まあ、僕自身の興味なんですけれど、まあ、データとかを可視化したようなインフォグラフィックスとかサイエンスビジュアライゼーションっていうところに興味があるんで、まあちょっとそういう勉強会という名の飲み会もやってるので、まあ興味があればご連絡いただければと思います。以上です。ありがとうございます。